皆さん、はじめまして。僕の映画デビューはゴジラ VS モスラ。僕のゲームデビューは超ゴジラ。そして僕の YouTube デビューはゴジラ道チャンネル。ドクター芹沢です。よろしくお願いします。このチャンネルでは人生の8割をゴジラと共に歩んできた僕が、ゴジラに関するあらゆることを研究して皆さんにお伝えしていくチャンネルです。ゴジラ映画は皆さん知っての通り日本を代表するエンターテインメントですけれど、それだけではありません。作品を読み解いていくことで政治、経済、生活、価値観、世界情勢からスピリチュアルなことまで本当にいろんなことが分かってくるんです。奥深いですよね。皆さんの生活に明日から役立てるゴジラ知識をこれから配信していこうと思っています。あ、ちなみにゴジラ検定はちゃんと2つ合格してますよ。ゴジラ道っていうとなんか確立された何かな印象を受けますよね。柔道とか空手道とか合気道とか、シンゴジラが示したようにゴジラ映画っていうのはこれからもどんどん進化し続けていくコンテンツだと思うんですよね。確立された何かじゃなくて、ゴジラと一緒に学んでゴジラの可能性の先を一緒に見ていこうじゃないかっていうことで、ゴジラ道ということにしています。本当にゴジラっていうのは知れば知るほど奥深くて終わりがないんですよね。なんで僕自身ゴジラの全てを知っているとはまだ言えません。動画の中でここ違うよとか、こういう意味なんじゃないのとか、そういう意見がありましたらどしどしコメントの方にお寄せください。皆さんと一緒にゴジラの知識を深めていきたいと思ってます。それでは皆さんと一緒に研究できることを楽しみにしています。レッツゴジラ道。いっぺんこういうことやってみたかったんだよね。あ、それ違う映画だ。